プジョーシトロンジャポンは、プジョー初の電気自動車 EV、E-208 及びベースとなる新型208の販売を7月2日より開始した。7年ぶりの全面改良となる新型208及び E-208 は、最新世代のコンパクトカープラットフォーム CMP を採用する。サイズは全長 4095mm、 現行比プラス 120mm、 全幅 1745mm、 同プラス 5mm、 全高 1445mm、 アリュール同マイナス 25mm。現行モデルに比べ、ボンネットが低く長く、よりタイヤが四隅に配され、安定したスタンスを持つ美しいプロポーションを実現した。フロントマスクは3本爪をモチーフとしたフル LED ヘッドライト、グレードにより異なるに加え、3D デザインのデイタイムランニングライト、セーバー、サーベルの要装備。リアは最新プジョー車共通のブラックバンドと3本爪をモチーフとしたテールライトが引き締まった印象を与えている。インテリアでは最新の 3D アイコックピットを採用。 3D 表示によりデータの重要度や緊急度に応じてダイナミックかつ奥行きを持って情報を変化して表示する。センターコンソール上部には7インチのスクリーンを配置。空調、オーディオ、ナビゲーションシステム、車両設定などを行うことができる。また、最新の先進運転支援システムを全グレードに標準装備。アクティブセーフティブレーキをはじめ、アクティブクルーズコントロール、ストップゴー機能付き、レインポジショニングアシストなど、フラッグシップ508に迫る内容となっている。新型208のパワートレインは最高出力100ピコセカンド、最大トルク 205Nm を発揮する 1.2 リットル3気筒ガソリンターボと電子制御発足 AT の組み合わせ。スムースで軽快、効率とレスポンスに優れた走りを実現する。また GPF ガソリンパーティクルフィルターを装着し、排ガスのクリーン化とともに燃費を約 7% 改善。19.5km リットル JC8 モードという低燃費を実現する。一方 EV モデル E-208 は最高出力136ピコセカンドを発生する電気モーターと、 B セグメントでは大容量となる 50kWh のバッテリーを搭載する。自然吸気ガソリンエンジンで 2.6 リットル相当の最大トルク 260Nm をゼロ回転から発生。瞬時の応答性を発揮することで刺激的なドライビング体験を提供する。ドライビングモードはスポーツ、ノーマル、エコの3種類を用意。ブレーキは内燃機関でのエンジンブレーキをシミュレートした D モード及びエネルギー回生を強化し、アクセルペダルだけでより積極的に減速をコントロールする D モードの2つから選択できる。ミツル充電に要する時間はコンセント型の普通充電 3kW15A200V で約18時間、ウォールボックス型の普通充電 6kW200V で約9時間。 CHAdeMO 急速充電 50kW では約50分で 80% 充電できる。ミツル充電での最大走行距離は 340km、 欧州 WLTP モードとなっている。価格は208が239万9000円から293万円。 E-208 は389万389万9000円から423万円。